はい、ということで、はい、今日一番間違いなくすごいこの開催で一番ゲストがこうこんなにね、スタジオが華やかになったことは華やかかつびっくりで、びっくりハロウィンかなみたいな感じの雰囲気なんですが、はい、そうですね、はい、ということで、今日はですね最強の地下アイドルということで来ていただきました仮面女子の皆さんです。すごい、せっかくなので自己紹介のほどお願いいたします、はい、お願いします。仮面女子、今日はですねこの5人のメンバーでやってきました。私たちあの東京秋葉原で毎日活動していまして、365日年間1000本のライブをやっている地下アイドルです。名前はここの仮面に書いてある文字を見てください。そうなんです、見分けがつくように。はい、現役東大生です。そうなんです、なんかお前は名前を覚えるより東大って覚えた方が早いから東大って書いてみようって言われたんですよ。実はどうやって読むのかなと思ったんです、そのまま東大って東なんとかかなとかあの一番右の方は森なんですか。はい、宮治です。これはいやもうそっか、森選手ではないです。いい、うまい返しですね。なんかだいぶそういう会話もねなんか軽快なんですけど、はい、でリーダー。はい、リーダーです。リーダーはリーダーと呼ばれてるんですか。そうですね、リーダーです。はい、もう名前は明かせませんね、ということはリーダーはリーダーなんですね。さくらのどかです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日ね、でも年配の方で、はい、あの靴でなんかあの仮面女子のこの名前、あれなんて言うんですか、なんかこう秋葉サンダルっていう秋葉サンダルを履いてた、はい、私よりずっと年配の方が秋葉サンダル履いてて、これ仮面女子のなんとかで言ってたらこんなあのこういうマークがついてて、そうなんです、仮面女子のオフィシャルグッズのサンダルがあるんですよ、なんか私よりだいぶ10も15も年配の方があの履いて今日は見に行くんだって言ってましたから、すごい、もうそういうふうなびっくりしました、朝行って。ありがとうございます。今日はあの1レースに、うん、あの2回、もうね5レースにもあの、はい、ステージ2回やりましたけど、どうでしたか、オートレースのお客さんは。すごい暑いですね、すごい前のめりになって、一生懸命写真撮ってくださったりとか、本当に朝早い時間から、ね、うん、ありがとうございま す、ね、っていうかね、すごいなって思うのが、仮面してるのに表情が分かるのは何でだろう、なんか動きから何だろう、なんかいろいろすごい。仮面してるから大丈夫かなと思ったら全然大丈夫、はい、すごいですよね、仮面の中の目からバッチリ通ってますから、めちゃめちゃなんか目力強いし動きもすごい。え、皆さんいろいろそのポーズがあるんですか。そうです、仮面女子の、うんうん、はい、これが仮面女子のポーズ、ね、どうやってやるんですか。こうやって、そうですね、ちょっと説明難しいんですけど、この指を指を十字に上圧って感じで、ね、そうなんだ、ウルトラマンじゃないですか。ポーズはこうなんだ、はい、ライブ中はずっと頭をこう振り乱してるので、激しいパフォーマンスをしてます。さっき浅木美穂さんってね、元レースヴィーナスの美穂ちゃんがものすごいパフォーマンスだったって、ダンスもすごかったっていうことなんですけど、フリフリだったって言ってましたもんね、はい、めちゃめちゃ元気がパワー溢れてますね、はい、ありがとうございます。はい、すごいな、はい、私はですね、実はあの、うん、あの YouTube かなんかで、その何かこう、そのどっか の、 その会場に行くときの初めて V 車乗りましたとか言ってこうあの乗ったりとか、なんかそのここで私はあのこんなとこ来てますとか、結構ああいうのもするんですね、あげたり。そう、毎日あの YouTube で動画をアップしてまして、うんうん、私そのこの仮面をかぶっていない日常生活も見れちゃったりとか。そうそうそう、はい、そうなんだ。それはあ、私誰かは分かんなかったんで、そのなんかその YouTube でその普段のやつを見たので、で、ちなみに次に皆さんにこの花松音では今日一日盛り上げてもらいますけど、はい、次に会いたいなと思ったら、はい、どこに行けばいいんですか。それはですね、うん、ぜひ私たち東京秋葉原に増設劇場がありまして、はい、そこではもう毎日毎日ライブをしているので、ぜひ仮面女子のメンバー、あの、まあ、今日いる私たちだけじゃなくて、うん、メンバー仮面女子は18人いますので、18人、はい、ぜひ会いに来ていただきたいです、そしてですね、ビッグな、なんとビッグなお知らせでして、はい、何ですか。11月23日、はい、埼玉スーパーアリーナでワンマンライブを行っちゃいます。埼玉スーパーアリーナ、すごいじゃないですか。僕バレーボールを見に1回だけ埼玉スーパーアリーナ行ったことあるんですけど、相当広い、だバレーボールでも4面か5面ぐらい取れるところ、すごいですね、あそこで。そこでやっちゃうんですね、はい、そうなんです。しかも、うんうん、あのチケット1枚3000円で、あれ意外とリーズナブルじゃないですか、リーズナブルなんですよ、本当に1人でも多くの
方に見て、していただきたいので、そんな思いを込めて、3000円でお届けするので、もうぜひ来てください。3000円でもあれですね、もう何倍にもこう価値がある。そうですよ、本当に、はい、ぜひオートレースでかけて、はい、お金で、そうですね、3000円ぐらい儲けて、はい、あ、それはいい、いい手だ。いいですね。しかも、はい、今ね、後ろで流れてるこの曲は